バンキーとバレンティノ、ネッサの舞は、1926年に公開された、アメリカ合衆国のアドベンチャードラマ映画、サイレント。原作は、E.M. 春の恋愛小説、ザ・サンズ・オブ・ザ・シェイク。1921年のヒット作、シークの続編で、ルドルフ・バレンティノは、前作の主人公シークとその息子で本作の主人公、アーメドの2役を演じた。共演は、 ビルマ・バンキー。監督は、ジョージ・フィッツ・モーリス。この映画の全国公開の2週間前、バレンティノは、腹膜炎により31歳の若さで亡くなり、ネッサの舞は、バレンティノの遺作になった。2003年、アメリカ議会図書館は、文化的、歴史的、神秘的に重要なものとして、ネッサの舞を、アメリカ国立フィルム登録簿に保存したシークの息子、アーメドと、 旅芸人一座の踊り子安民は恋に落ちる。アーメドははるばる一座のテントまで会いに行くが、安民に横れんぼするガーバラに捕まり拷問を受ける。ガーバはアーメドを人質に身の白金を要求しようとさえするが、アーメドは仲間のラマダンたちにより救出される。アーメドは傷の手当てのため、トゥーグラの友人の家で生養をしている。その町に、 旅芸人一座が巡業でやってくる。ヤスミンは再会を喜ぶが、アーメドは先日の仕打ちはヤスミンの仕業と誤解している。アーメドは復讐のためヤスミンを誘拐し、砂漠のキャンプに遊兵する。そのキャンプを父親のシークが訪問する。父親に知ったされ、アーメドはヤスミンを解放する。ラマダンが同行するが、二人ともーバに捕まってしまう。 ヤスミンのことが忘れられない、アーメドのところに敵の手から逃れたラマダンが戻ってくる。ヤスミンが事件に関係ないことを知らされたアーメドは、ヤスミンの救出に向かう。ガーバとの対決に勝利し、アーメドはヤスミンとめでたく結ばれる。1921年に、目視録の4騎士とシークの大ヒットで、国際的スターの地位を確立したバレンティーノだったが、 1924年、これまでの世界の恋人のイメージからの脱却を図ったボーケールと情熱の悪気が工業的に失敗。1925年、バレンティノがフェイマスプレイヤーズ・ラスキーからユナイテッド・アーティストに移籍すると、社長のジョセフ・エム・シェンクは、シークの続編にあたる EM 春の小説、ザ・サンズ・オブ・ザ・シェイクの映画化権を獲得。この映画で、 バレンティノの人気を取り戻すつもりだった。脚本を担当したのは二人の女性脚本家、フランシス・マリオンとフレッド・デグレソック。撮影はアリゾナ州のユマ砂漠とカリフォルニア州で行われた。風切りは1926年7月9日、ロサンゼルスのミリオンダラーシアター。4週間上映された。バレンティノは全国公開を前にプロモーションとして各都市を回っていたが、 8月15日、ニューヨークのホテルで倒れ、緊急入院。先行性改良が見つかり手術をするが、手術後、腹膜炎を発症。8月23日に亡くなった。その2週間後、1926年9月5日に、ネッサの前は全国公開。1年で100万ドル、最終的にはその倍以上の収入を得た。一部の批評価は、 バレンティーノ最高の演技と評価した。ありがとうございます。